ってな。はっ、やったね。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。バッチリ合わせるからね。切る。この日を逃すな。まとめて片付けてやるぜ。決まった。おお。勝てるか。やってみね。しら抜け。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。オッケー。飛んでっちゃえ。大成功。来ました。うひ、まだ倒れねえの。よっ。まだ倒れないのか。バッチリ合わせるからね。イカズチよ。ここか。いいわね。みんな大丈夫か。せい。アフォー新しく…どん…これで…それじゃ…カイ、俺に力を貸してくれ。今作った…次、パフォン。不景気よね。おか、どうこの場で、あら、に、まだ何、また。敵だ。一気に決めろ。
敵が現れたぞ。の気配やっ、強いぞこいつら。もらった。イカズチよ、これだな。大成功。それで弱点を攻めろ。切り替えて疾風。今ね、これでとどめ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、この攻撃だ。切る。よし、シクヤラン。やった、私たちの勝ちだね。お疲れ、みんな。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん、俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さあ、いいか。せい。やだ。死ね。これはミラージュの気配。みんな、チャンスだ。戦闘開始だ、クロム。了解だ。準備 OK だよ。遅い。ここか。翼じゃ。これで。クロム、俺に力を貸してくれ。拙者、行けぜ。この日を逃す。翼じゃ。それで終わり。みんな、大丈夫か。
気をつけろ。やっ、てあっ、俺が力になる。行くぞ。やパフォ、新しいカルネ、パフォ、これそれカルネージファーム、今作っ、これでいいかな？これでいい。それじゃあ、カルネージフォーム！今俺を構えろ、イツキ！俺が力になる、行くぞ！敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい！ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ！加減な、この力受け取って、翼、やったわ。いいかしら、敵だ。不意打ちに気をつけろ。てあっ、俺の技、今のイツキなら使いこなせる。やったな。
決めろ。やっ。せい。やっ。俺を構えろ、イツキ。てはっ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。戦いは回避できたか。イツキ、近いぞ。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。敵だ。
不意打ちに気をつけろ。気を抜けばやられる。数が多い。でもセッション行けるぜ。その技で行きましょう。グラム解き放つ。うわ、スクエラン決まった。一気に片付けるぜ。よし、任せたぜカイン。すべて蹴散らす。うわ、今だ。決まった。うわ、うわ、みんな無理しちゃダメだよ。セッション行けるぜ。全部なぎ倒すよ。これ苦手なんだよね。とどめ。大丈夫か樹月。まだまだ。セッション行けるぜ。よし、いけるか。決まった。気合い入れろ俺。いいね、切り裂いて疾風。うんうん、決めろよ。すげえ俺たち。みんな怪我大丈夫？俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力、受け取って、翼。いいかしら。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。せい。敵だ。一気に決めろ。ひとまずは安全か。やった。気をつけろ。はっ。戦いは回避できたか。
敵が現れたぞ。やっ、気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。てっ、手加減なんかしない。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。俺が力になる。いや、行くぞ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。みんな、敵だ。戦いは回避できたか。気をつけろ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。ミラージュの気配。てっ、こいつは強敵だぞ。強いぞ。それよ、見切った。シクエラン、決まった。強いぞこいつら。よし、準備 OK だよ。いける、任せたぜカイン。すべて蹴散らす。閉じるなよ。決まった。はい。うわ、悪い、ここまでだ。トーマくん、いつでもいいぞ。全部なぎ倒すよ。うんうん、やった。おっと、クロム、
俺がお前を守る。バッチリ合わせるからね。遅い。ここか。決まった。あと1体。これだ。よし、まだいける。間一髪。一緒に行こう、クロム。おう。その技で行きましょう。光の刃よ。やった。翼ちゃん、頑張る。決まった。ラスイチ。私に倒せるかな。オッケー。切り裂いて、疾風。いいわね。行ってくれ。殲滅完了。ご精鋭、ありがとうございます。これは、イロジの気配。畳みかけよう。俺を構えろ、イツキ。や、手加減なんかしないか。敵だ、不意打ちに気をつけろ。この力、受け取って、翼。いいかしら。いつき、近いぞ。パフォーマ新しいカルネージ、新しいレディア、どんなのが。これで、それじゃ決めてみせるよ。今作ったカル、他にごい。これでそれ。やったね。え。次。また来てね。
何か用？買うんです。毎度。毎度買うん、毎度買う、毎度買うんですか。買うん、毎度どうも。他によ。どうします、どうします、どうどうします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 。他に用はあり、どう？これはミラージュの気配。敵が現れたぞ。待て、イツキ。え？うん。よし。さんに何をした？耳を塞いであげただけよ。聞きたくない言葉を聞くのって苦痛でしょ。だから何も聞こえなくしてあげたの。そうよね、アヤハ。そんな、誰の声も届かないの。翼、いつきくん、今の翼の歌声ならきっと届く。あやはさんからもらってきたいっぱいの優しさを歌に乗せて返せばいい。だから歌うんだ翼。私はお姉ちゃんに歌の楽しさ、素晴らしさを思い出してほしい。昔一緒に歌ってくれたあの時の優しい笑顔と歌声を取り戻してほしい。絶対にお姉ちゃんに伝えてみせる、私の歌、私の思いを。ララ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 
翼？お姉ちゃん！翼！私の呪縛を解くなんて、忌々しい歌。でもまだいる。アヤハは私のもの、誰にも渡さない。アヤハは誰の声も聞く必要はないわ。私の言う通りにしていればいいのよ。そうすれば苦悩も挫折も葛藤もアヤハを追い立てるものは何もないわ。何もない。ええ、あなたには何もない。全てを私に委ねていればいい。ダメ！そんな奴の言葉に耳を貸さないで。お姉ちゃん！あんな小娘の言葉に耳を貸す必要なんてないわ。でも翼は妹、大切な。お姉ちゃん、アヤハの心をこんなにも乱す存在邪魔ね。アヤハ、あの小娘を殺しましょう。殺しなさい。助ける、行こう。クロム、苦しめていた奴を許したりしないんだから。クライマックスだぜ。やってみねえとわからねえな。
やってみねえとカインと訓練したんだぜ。振り付ける。翼は気負いすぎているな。うん、一か八かで。よかった、やったね。戦いが終わればまたお姉ちゃんと。よし、そのためにも必ず全部なぎ倒すよ。あれ、苦手なんだ。この日を逃がすな。見切った。目覚ましうざったいのよ。次の手はどういく。そうだな、準備 OK だよ。たぎるぜ。やり混じるなよ。決まった。どうしよう。ありがとう。これだろ。シーダ、私に力を貸して。任せて。よっしゃ、これなら。いいね。はあ。間一発。かっこいいとこ見せないと。やってみねえとわからねえな。いける。限るぜ。精一杯。任せだ。決まった。やるな。難しい。ちぎれろ。これだな。翼ちゃん、頑張った。今度こそ。吹き飛べ。これ、この日を逃すの。いいぜいいぜ。遊んであげるのは、おばさん。ごめんなさい。翼ちゃん。任せろ。ありがとう。私、頑張るね。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。ありがとう。やったね。魂、うざったいのよ。え、俺。カインの力を使いこなす。カインと訓練したんだぜ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。これだろ。よかった、やったね。翼、いつでもいけるわよ。ありがとう。飛んでっちゃえ。任せだ。いいぜいいぜ。遊んであげるのは、おばさん。敵の動きをよく見るんだ。分かった。これだろ。カインの力を使いこなす。その技でいきましょう。燃えろ。俺の弱点発見。次。やっぱり怖いかも。いつでもいいぞ。倒し、全部なぎ倒すよ。大成功。決めろよ。やり。すごいわよ。うわ。カインの力を使いこなす。すべて焼き尽くす。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。それよ。しびれろ。ここか。いけるか。これで終わり。我々の同胞はいくらでもこちらの世界にやってくる。戦いはまだ始まったばかり。最後に勝つのは私たち。これで翼も綾葉さんも一安心だな。
こちらの世界にやってくる。翼。お姉ちゃん。翼の歌、ずっと聞こえてたよ。私が負けなかったのは、きっと大好きな翼の歌声のおかげ。ありがとね。お姉ちゃん。キリアさん、もう怪我は大丈夫なんですか？おかげさまでね。それより樹、アヤハを助けてくれてありがとう。それは翼に言ってあげてください。そうね。いつの間にか大きくなっちゃったね、翼。いい歌だったよ。渋谷も復興したし、事件も無事に解決。よかったよかった。いつきくん、とうまくん、つばさちゃん、君たちならやれると思っていたわ。さすが私のマナ弟子たちね。さーて、これで今日もお酒が美味しい。とっておきのポン酒を開けちゃおっかな。と、その前に今回の事件でミラージュに関して分かったことがあるわ。奴らは組織で動いてるってことですか？そうね。敵は異世界から組織だって攻めてきていた。前から少し考えてはいたのよ。今までは小規模だったからわからないだけで、あいつらには黒幕がいて、実は組織だって動いてるんじゃないかって。それに関して一ついい？今後は樹たちと一緒に戦おうと思うの。それがいいでしょうね。キリア、この子たちの面倒を見てあげてね。そのことなんだけど、戦闘中の指揮は樹に任せようと思ってる。うん、なるほどね。あの、俺なんかで大丈夫なんですか？最も合理的な提案をしたまでだけど、樹、あなたが今回成し遂げたことを正しく認識しなさい。素直に樹くんの実力を認めたって言えばいいのに。とにかくそういうわけだから。それじゃあ、これからはキリアさんと一緒に行動することが多くなるってこと？そういうことね。よろしく、翼。はあ、キリアが微笑んで私によろしくって。こちらこそ、ふうつつかんものですが、今後とも大変末永く、お日柄もよく。翼、よろしくお願いしますだけでいいと思うよ。よろしくお願いします。面白いかね。俺と樹のコンビに、キリアさんも加われば最強だな。キリアさんだけで十分かな。俺はいらねえってこと？ひどいぜ、イツキ。さてと、先にキリアにサプライズやられちゃったけど、私からも報告が一つあります。実はこの事務所に新しいお友達が増えることになりました。皆さん、お疲れ様です。え、お姉ちゃん？翼には秘密にしてたけど、私、これからしばらくこの事務所でスタッフとして働くことになったの。
いずれ芸能界に復帰してもらうつもりだけど、それまでのリハビリみたいな感じね。翼ちゃんが練習サボってたらビシッバシッお尻を叩いてもらおうと思って。あ、それと樹くんはこの後ちょっと社長室に残っててね。え、俺ですか？私と秘密で濃密で蜂蜜な個人レッスンしましょ。何を冗談よ。まあ、いつきくんがその気なら私もやぶさかではないけど。お願いします。いつきくん、エッチ、スケベ、変態、これだから男の人って。何言ってるんだ。舞子さんは芸能界の先輩でもあるんだから、いろいろアドバイスをもらうべきだろ。俺はまだ歌とか演技とか自分が何に向いてるのかさえ分かってないんだから。あらら、そんな真面目な意味で言ったんじゃないのに、いつきくんには通じなかったかん。え、なんだか私の方がエッチな人みたい。じゃ、今日は解散。と、その前に3人ともお疲れ様。よく頑張ったわね。あやはを助けてくれてありがとう。話って何ですか？ちょっとした確認なんだけど、いつきくんって何かやりたい仕事ある？やりたい仕事以前に芸能人になる気はないんですけど。釣れないこと言わないの。世間話みたいなものなんだから軽く答えちゃっていいのよ。例えば今回いつきくんは翼ちゃんと一緒に歌のレッスンを受けたわけだけど、歌手になりたいとは思わなかったの？どちらかというと、なるより応援したいです。応援？翼の応援です。だから今は自分がどうとかより、観客の前でアイドルとして歌ってる翼の姿が見たいです。すみません、何もなくて。いいのいいの、いつきくんがそう答える場合もちゃんと想定していたから。え？自分の意思で選んでもらうのが一番だったけど、それならそれでやり方はいくらでもある。あの、舞子さん、なんだか俺がどんな仕事をしていくのか決定済みみたいに聞こえるんですけど。決定してるというか、たった今決定したのよ。うちに戦力を遊ばせておく余裕はない。なので樹くんには全てのジャンルの仕事をやってもらいます。全てって、絶対に無茶です。正気ですか？無茶も通せば正気になる。これからどうやって売り出していこうかしらね。あ、それと樹くん、もう一つ、あなたにはみんなの面倒を見てあげてほしいの。俺がですか？これだけ若者が集まってるんだもの、みんないろいろ悩みとかあるのよ。だからいつきくんにはみんなを助けてあげてほしいなって。ほら、心のケアってやつ。はあ、いつきくんそういうの向いてると思うの。今回の一件で舞子さんは確信したわ。それに芸能人である彼らに寄り添い手助けしてあげることはあなたにとっても絶対に力になるわ。だから頑張りなさい。さあ、一緒にスターダムへ駆け上がるわよ、いつきくん。
Bye.